現地時間3日未明、ニジェールからの退避を希望していた在留邦人8名が、フランス政府が手配した航空機にて、ニジェールからパリに退避しました。これにより、1日にニジェールからパリに退避した2名と合わせて、退避を希望していた10名の邦人全員の出国が実現しました。ニジェール国内には、さまざまなご事情により、引き続き在留を希望された邦人の方々がごく少数いらっしゃいますが、政府としてニジェール国内の在留邦人の安全確保に引き続き全力で対応してまいります。